www.videonews.com。 これはね、メディアの世界、まあ、特にアメリカのメディアの世界に身を置いていると、まあ、皆さん議論が好きだから出てくる議論の一つなんだけどね、今回じゃあニュースの真相で、まあ、ちょっと怪しいやつではあるけれども、文書がもたらされて、その文書に、まあ、ブッシュが、まあ、親の影響力とかを使って、周辺にねじ込ませたっていうようなね、で他にも他の有力者が軒並みそっちに、の息子が軒並み行ってるっていうこともあって、で誰がどう影響力を起こしたかが全部書いてあって、後から裏取材をしたら全部それは状況的には正しかったと、ね、でね、若干暴論だけどあえて宮台さんにねこれぶつけたいのはね、メディアで必ずこの議論に、まあ、実際になってるんだけども、あの状況で、CBS はこれを報じられなければクソだろうっていう見方も一方であるわけ、つまりそこでね、じゃあその文書が、ね、本物であることの証拠を出せっていう話になって、その証拠を出そうとする過程でどうもくれたやつっていうのが、最初はもらったけどもったら言えないって言ってたんだけど、どうもでたらめなやつからもらったものだったらしいってことが分かるわけですよ。ただその時はその人が言えない理由はそれを守るためだっていうようなセリフで、まあ、それはもっともらしいじゃない、誰かのもらったかなんて言ったらそいつに類が及ぶ可能性があるから、誰かもらったか言えないが、まあ、こういうものをもらったと。でその状況で、ね、これ刑事裁判だったらダメですよ、それの正しいことの真実であることの虚偽責任はないと誰か罰せられませんよ。報道はね、誰かを刑事罰に罰するのとは違うんであれば、疑いがある段階で報じるべきだって議論がそこで一方であるわけ。でもじゃあ、でももしかしたら間違ってたかもしれないんだったら、刑事罰はなくてもブッシュという政治家の政治生命が終わるかもしれないっていう意味だったら、それまずいだろうって議論も一方であるわけ、で、まあ、今回は映画を 見ればね、皆さんはやっぱチェックが甘かったっていうね、フォントが当時存在しないものだったなんていうことをね、チェックしなかったっていうことは甘いっていうのはその通りかもしれない、そこはね。でもあの状況ではやっぱ報じるよなという言い方も一方で、その報じなきゃまずいよなっていう主張も一方である。皆さんそこはどう思う？今回は2004年段階ではね、こういうつまりネット炎上を使ったね、ある種の認知的整合化、ある種の催眠誘導に近いものですよね、そうしたもの、つまりみそもくそも一緒にして流してしまうというようなやり方、これ最初のものなんですよ、実はこの2004年のね、この大統領再選をめぐる選挙の、まあ、陰謀ですけれどもね、だから最初だから仕方なかった、つまり避けられなかった面があると思うけど、2度目はやっぱり許されないと思うよ。つまりやっぱそういう可能性も考えて報じなきゃダメだということ。おっしゃる通りですね。だってグッドナイトグッドラックもニュースの真相も、あのプロミストランドも、映画が何回も描いてきてることなんだから、やっぱり人々はある種メディアのハレーションというかね、認知的整合化メカニズムによって、本当はロジカルにはですね、いくらでも別の考え方ができるのに、なんだ資料が一つ間違っているってことは、その疑惑そのものについて関心を持つことがいけないんだみたいに、ね、なってしまうっていうね、人々がそうなりがちなってことがもうメディアに分かっているのだから、実はもうその意味では証拠にどう言ったらいいんだろう、曖昧なところがある場合にはもしかすると仕掛けられたものかもしれないというふうに疑う責務がね、メディアにありますよね。でもあそこはもし疑うとすればね、その情報提供した男が、誰からもらったかってことが言えないという部分だけなんで、まあフォントをチェックするっていうのはね、今だったらまあやった方がいいっていうふうに映画見た後みんな言うけど、普通そんなこと考えないですよ。当時こんなフォントのタイプライターがあったかなんて、でもっと言えばタイプライターなんてさ、無数にあってさ、ね、そういうタイプライターがあってもおかしくないじゃないですか。ただまあちょっと僕はね、あのフォントはなんとかというフォントで、それは当時なかったっていう話があんな早く出てくるっていうのは、そもそももう仕掛けた側が流してるみたいにしか思えないところもあって、そうするとね、唯一情報操作は言えないっていうところが弱点だったわけですよ。でそれがちゃんとしたとこから出てるものなんだったら、彼らそれ言えばいいし、そこが守るために言えないっていうのを信じたと。でもそれってメディアではよくあることですよね。そうするとそれで報じられないってなるとね、すごいハードルが高くなるところだから、それでね、いや何を言いたいかっていうのは、皆さんここなんですよ。もう皆さんもよく知っている、まあ、メディアを扱った
映画の中のもう本当に、まあ、ランドマークですよね、大統領の陰謀、オールプレジデンツメンという、あのウォーターゲット事件ですよね。でね、実はこれの、ディープスロートっていう役をやってる男が、このプロミストランドで、あのすごく、その採掘に反対する住民の、あの親分みたいな人がこのディープスロート役の人なんですね。元ボーイングで30年勤めていたと、ね、っていう男ですね、はい、これがディープスロート役なんです、ね、ディープスロートはちょっとしか顔見えないけど、でもまあ分かるんですね、でディープスロートが誰だったかってことは今分かっていると、当時 その FBI の副長官であったと、ね、これも実はまあこの事件映画で描かれてるのもそうだし、実際にもうちょっと詳しく見てもそうなんだけど、あのディープスロートがほとんど全てなんですよ実は。そのディープスロートが言われるままにその裏付け取材をやっただけで、あのディープスロートのところが間違っていれば、なるほど、実は大統領の陰謀はまたはめられてた可能性があったんですね実はこれは。そうか、でそれはディープスロートがどうもあの時のフーバー長官との間に何らかの確執があったと見えて、それをまあその政治的に利用したっていう意味では、その勝訴を言わないで報じたっていうことがね、果たして正しかったかどう、倫理的に正しかったかどうかっていう議論もここはできちゃうわけ。つまり FBI 内の清掃の具に使われたんですね、この2人はね、だけど結果的に大統領の陰謀を暴いたってことでピューリッツァー賞を取って、すごくすごいことになってるんだけど、だからそれをね、しかも同じ、まあ、人が出てたんで、ちょっとプロミスタランドの僕がちょっと思、あの考え、もしかしたらそういう理由で起用したのかもしれない、ね、プロミスタランドは ねかもしれないけど、あの報道がそこまでその注意して報じなきゃいけないってことになると、報じるためのハードルがすごい高くなってしまって、それは果たして公共の、ね、利益にその資することなのかっていう問題が一方であると。でね、僕は例えばこういう考え方ができるかどうか宮根さんに聞きたいね。誤報が出るリスクをゼロにしなきゃいけないってなったら、報道はほとんどもう無力ですよ。なぜならば、あの検察は冤罪は作っちゃいけないですよ。でも彼らは強制捜査権持ってるんですよ、報道はそんなもん持ってない。だから、誤報が起きる可能性はゼロじゃないけど、まあ検察で言うとプロバブルコーズっていうね、合理的な疑いを生んだけど、そこまで言わないけど、これは報じなきゃっていうものがあったら報じる。でもそれは検察みたいにガサ入れして抑えた証拠じゃないから、間違ってる場合ってあり得ると。でもどうもこれはね、さっきのエド・マローの話に戻すんだけども、エド・マローが言ったことっていうのはね、まさにそれを警告してた。つまり CBS は誤報が許されないほど商標的に巨大な存在になってしまっていたんだと。だからあの誤報ですいません間違えましたってだけでも、その、ね、これから頑張りますって言って済むような状況じゃないほど巨額の、だってランダザだけで年間何億ももらってるんですよ。そういうようなものになってしまうことをむしろエド・マローは警告してたんであってね、あの誤報を一切出してはいけないんだっていう話、もちろん出さないように最大限努力しなきゃいけないんですよ、当たり前ですけどね。でも誤報の可能性をゼロにするっていう、しないとね、もう会社が潰れちゃうっていう状況こそがむしろメディアの危機なんであって、という見方も一方であるかなと思ったりもするんですが、まあつまり炎上覚悟でいけっていう話なんですけど、それはどうでしょう。炎上しても潰れないくらいの経済状況を作れっていうことですけど、それは2004年のね、この映画の実話的素材の事件が生じるまではおっしゃる通りだと思いますけれども、そうは言えない、今は今はそうは言えないと思いますね。なぜかっていうと、そのこのまさに映画、ね、ニュースの真相が描いているように、はめられてしまっている可能性があるわけですね。で実際はめられてしまった場合には、はめられたんだって言ったところでですね、実はインターネットっていうメディアが炎上してしまえば、CBS がね、はめられたんだって言ったって、ほらまた自己正当化してるぞ、やこんな信用できない企業はますます信用できなくなったっていうふうに必ず逆利用されていき、はめられたこと自体がもう責任ですよ ね、 そうですね。もう基本的に番組の権威だけじゃなくて、オーソリティだけじゃなくて、もう CBS ってメディアそのものがね、事実上もう報道機関としては成り立たなくなるっていうふうに、まあなってしまうんですね。でその意味で言えば、あのその事件自体がね、その何であるのか、何が真実になるのかっていう重要性の問題にとどまらないんですよ。それに失敗した場合にはね、いやそれでもね別の証拠を出してきて説得してみせようとかって話じゃなくて、 CBS なら CBS っていう企業、あるいはもしかするとねテレビによるあるスクープ特報道みたいなもの、それ自体がねもうどうせやらせだろうとかね、どうせインチキだろうとかっていうふうに、
なってしまいかねないし、現に一部そうなっちゃってるんですよね。なりましたよね、うん、だからちょっとあともうすでに今のつまりこの時点になって何を言えるのかっていう問題は僕もよくわからないけれども、うんうん、その2004年までに比べるとやっぱり今はこのはめられてしまう可能性に敏感である必要は圧倒的にありますよね、うんうん、つまりわざと誤報をさせるっていう戦略がね、もうある程度規定路線になっている以上です ね、うん、はい、わざと誤報をさせるっていうことと、はい、その後でネットで炎上させるということがセットになってるっていうことなんです。それがあって初めて成り立つっていう手法だっていうことなんですね、うんうん、だから僕2004年の段階では、ね、映画表でも書いたんだけど、実際に本当にハレーションが起こるのかどうか、うん、つまり証拠がね、その1枚の文書が間違っていたってことで書かれていること自体が全部ね、嘘だったっていう話になるのかどうかってことは本当は分からなかったよね。本当それに検証すべきことですよね。だね、本当はね、うん、でも2004年でつまり実際それはもう本当に裏に何があったのかってことは分からないけれども、まあ仮説ですよ。これがもしわざと CBS を引っ掛けた、CBS を貶めるための陰謀だとしてしまえば、仮説すればですよ、まあそのやり方が有効、最初はリスキーな賭けだったと思うけど、今となってはね、つまり2004年以降は有効だってことが証明されたんですよね。でその有効さを支える条件っていうのは全然偶然的なものじゃなくて完全に必然的なものだから、何度繰り返したって有効だっていうふうに確信できるわけです。ということはもうそれに太刀打ちするのはね、うん、まあ、CBS 自身は無理だとしてもですよ、うん、例えば中の事実関係は間違ってないんだっていうことを今更言ってもまだそんなこと言ってんのかって扱いに多分なると、うん、で、はい、で唯一それに太刀打ちできるとすれば、うん、私がこうやって彼をはめましたっていう人物が出てくるぐらいしか、うん、多分それ出てきたら火消しになると思います。宮田さんなるとは思います、もちろん、うんうん、それをその首根っこ押さえればそれが出てくるようなケースっていうのはそのやはり現実的な問題としては非常に考えられないですよね。だからその意味で言うとやっぱりインターネット化っていうのはこういう困難をね、メディア報道にもたらすとは想像もしていなかったけれど、いやもう映画を見ると皆さんね、そこまで本当に読んでほしいと思うけれど、実際にもメディア報道っていうのは本当に難しいところに来てしまっていると思いますね。だからハードルは高いんです。しかし昔と違ってハードル高いから、そのハードルを乗り越えなきゃ報道できないっていうんじゃもうそれは報道で使命を果たせないからね、一か八かでもやってみるべきだって言えた時代がかつてはあったけど、まあ、いい時代だったんだそれは、ね、今それをやると本当に後々取り返しがつかないことが起こるってことですね、うん、でもはめられる可能性を考えると多分そのあれかもしれないね。その例えば今回はね、うん、情報源を守るために誰かは言えないっていうふうに言ってるけど、うん、例えば死んだ人の名前を使うとかね、うん、くれた人に、うん、そしたらもうあれですよね、うん、報じられないっていうことです、ね、逆に言うとね、うんうん、だからまあ結構ハードル高くなったなということ。そうですね、でねちょっと進みましょう、うん、一つだけね宮台さんね、これ宮台さん見てないっていうことなんだけど、うん、でもあえてね宮台さんにね、うん、まあ、映画見ないでも、うん、そのテーマだけでちょっと宮台さんと考え聞きたいんだけどね、ちょっと前にアメリカでもすごくヒットして日本にも来てたスポットライトという映画があるんですね、うんうん、はい、世界中を揺るがせた世紀のスクープ。 This priest molested kids in six different parishes over the last 30 years. Show me the church manipulated the system. In fact, I probably shouldn't even be speaking to you. Could I ask you a few questions? And I don't want you coming back here. They control everything. Your paper has the resources to take that on. Where is the editorial responsibility in publishing records? Where's the editorial responsibility in not publishing them? Silence night. Boys and girls, they don't discriminate, not when it comes to abuse. How do you say no to God, right? I'm sorry, I knew I was gonna do this. You're doing the same thing you guys did last time. You're dropping us. No, I am here because I care. They knew, and they let it happen! Two kids!暗闇を照らすひときわまばゆい希望の光、スポットライト、世紀のスクープ。
that we can do better. あの非常に好きなレイチェル・マクアダムスが出てるんで、まあ、カトリック神父たちの、そうなんです。でね、それはね、まあ、ボストングローブという新聞社が、うん、まあ、カトリックのその、まあ、神父たちの、うん、まあ、チャイルドアビュースですよ、はい、ね、その、に対して、まあ、大スクープをするの、要するに、まあ、特にボストンっていうのは、カトリックが、まあ、人口が大きく、多くて、そこに教会というカトリック教会という巨大な権威にメディアが立ち向かって勝つ、うんうん、で、まあ、ピュリッツァー賞を取るんですね、うん、実際にね、うん、っていうサクセスストーリー、いまだにこの時珍しいメディアのサクセスストーリーなんですよ。で実際にまあ彼らはスクープ取ったんですね、うん、だけどこれをどう見るか、つまりね、今回は政府とか、うん、大企業、今一番こう権力を振り、もういいよ、欲しいままにしている2つの存在があるわけですよ、ね、そっちじゃなくて、まあちょっと言い方失礼だけど若干落ち目になっているカトリック教会でも、かつてはもう権威だけはすごくあったと。で今も精神的な権威はあると、でも力自体落ちてるかもしれないし、まあ実際にそこまで、まあいろんな意味で仲がこう腐敗してるわけだからっていうことなんだけどね。でこれはサクセスストーリーなんですけど大統領の陰謀で大統領を辞任に追い込んだですよね。でスポットライトで、まあ、カトリックの大司教とかをこう何ですか、辞任に追い込むわけだけども、うん、でもこれは、まあ、20年30年もう40年経って、なんか あれからねウォーターゲートからね、うん、の月日を経て、まあ、同じような、まあ、メディアが、まあ、権威に挑んで勝つっていう話なんだけど、これは宮崎さん、相手がカトリックだったってことも教会だったってことも含めて、何か、まあ、映画見てないっていう前提でいいんですけど、どう思います、それは。ポイントは一つ、あの2つですね。あのカトリックって日本だとピンとこないけど、ものすごいですね、あのオーソリティですから、それが特にボストンという場所であればね、あのそのカトリック その簡単に言うと権威をね、うん、失墜させるような報道をするということに関わる、うん、だってクリスチャンいっぱいいるから、そのこと自体の精神的なハードルっていうのはね、日本人から見るとおそらく想像でしてるんですよ、触れちゃいけないものになってるってことですね、はい、だからそこにまずものすごいハードルがあるんです。しかし伊集院さんが今示唆されたようにね、あの落ち目のカトリック教会なんてのは結局、まあ、そのメディアハンドリング、情報ハンドリングのリテラシーがないに決まってるわけだから、あの簡単に言えばあの一部のね、行政の知恵者によってはめられるみたいなこと、大企業の知恵者によってはめられるみたいなことはね、まああんまり想定しなくていいよね。そこはだからハードルが低いんですよ、ね、でその意味で言うと非常に特殊なケースを扱っているという気がします。でも逆に言うと、うん、近年まれに見るサクセスストーリーだから、うん、まあ、価値があったのかな。そうですね、うん、だから二度と同じことは起こらない。つまりやたらに権威が高いものであるがゆえに、うん、精神的なハードルが高いが、実際に向こう側に知恵者がいる可能性を想定しなくていい、なんてそんなのなかなかないでしょ。ないか、だからやっぱり今その、はい、何ですか、例えば、うん、あの医薬品業界とかね、うん、軍事産業とかね、まあ、軍事が絡むとね、映画は大体なんか変なね、ちょっとアクションものになっちゃうのが多くて、あんまりちょっと話がですね、わけわかんない方に行く場合が多いんですけど、でも医薬、それはもうグローバルでも ありましたよね。ナイロビの蜂、でしたっけ、うん、あれもなんかもうアフリカの人たちを相手に、その医薬品メーカーが人体実験をやってたっていうことで、これもあれですよね、レイチェル・ワイスですよね、素晴らしいですよね、うん、まあそういう映画もありましたよね。でも勝てないわけですよね、なかなかね、そこはね、企業相手には。で教会相手にはまあ久しぶりに勝ったんだけど、まあ、教会だから勝てたのかもしれないって話、うん、そうするとやっぱり今映画を見ているとなかなかやっぱりこうその正義が勝つみたいな話っていうのは、そのいわゆるアクションヒーローもの以外はですね、アクションヒーローはまあそういうのがありのかもしれないけど、もうやっぱ時代を反映してるっていうふうに見ます、そこは。見ます。現実にはもう勝てないんだと、そういう相手には、強いものには。でもそれ子供見てんだよ、みんな。これもねあの僕がよく言うことだけど、どっかでボタンをかけ違えたので、うん、その最近ね、だからつまり誰かボタンを押し間違えたかとかね、うん、どっかでちょっと間違ったところに入っちゃったので、うん、ちょっと元に戻ってやり直せばいいとかっていうふうな問題では多分なくてね、うん、
あのかなり必然的にあるいは圧倒的に必然的にこうなるというふうに事実上宿命づけられていたっていうと神秘的かもしれないけれど、要はあの情報のやり取りがそれによって簡単に言うとファイナンスっていうかお金を回せるかどうかっていうことによってね、まあ駆動されているとドライブされているということがある限り、やっぱりいずれこういうふうになるというふうに考えるほうがなかったんだと思うんですね。なるほど、うん、はい、まあ、一応これは、うん、あのもう皆さんもご覧になった方いるかもしれないですけど、スポットライトですね、まあ、あの映画自体は今いい映画だと思います、ですね。それでね、じゃあ皆さんもう一点だけね、これもね宮台さん今回ちょっと事前に見ていただくことができなかったんだけど、今公開中なんでちょっともらえなかったんで、あのもう一つに人間のね、まあ、正義が勝つとか人間の良心を信じられる、話だったのですごく感動を呼んでる映画で、これクリント・イーストウッド監督なんですけど、あのハドソン川の奇跡っていう映画を今やってるんですね。これはね、まあ、ご存知のようにあの飛行機がユナイテッドじゃない US エア便がまあ川にその着陸した、したんだけど、なんかいろいろとそのデータを見たら実は空港に戻れたはずだっていう話になって、それで彼が一時はちょっとこうやりだめに上がるっていうようなことが起きたんだけど、まあ、最後は正当化される、まあ、サクセスストーリーなんですけどね。僕はこれは実はまあまああの手のなんかなんていうんですか、お涙頂戴サクセスストーリーだとしたらばね、まあちょっと半分こうクリント・イーストウッドもこんなの作るのかくらいの見に行ったんだけど、彼は作らないそういうのは絶対、あのね、意外なところですごくやっぱ感動しました。で僕はこれちょっと中身についてはあんまり詳しく言いたくないんだけど、要するにね、あの機長が最後みんなを外に誘導して、で一応機内を見に行くんですね、で最後一番後ろの方まで行くんだけど、そこにもう水がどんどん入ってきている絵が映るんですよ。あの絵を何度撮り直したのかと僕は思うんですけどね、もうサイズといい流れといい完璧なんですけど、でそれで彼は一旦躊躇するんです、もうちょっと後ろまで行って見た方がいいんじゃないかと、まだもしかしたらあの水の下に人が、あの沈んでる可能性もあると、その機内ですよ、機内で一瞬躊躇する時一回彼の表情を抜くんですけど、やっぱりもう行かなきゃいけない、早く早くって言われて行くんですよ、で結局155人乗ってたんだけど、彼がずっと気にしていたのは全員本当に降りたのことは分かったのね、でそこでしばらくして彼が陸に降りて、で世の中からもう彼ヒーロー扱いなんだけど、彼の心の中にはもしかしたらって思いがあったわけで、そこでイーストウッドもう泣かせますよ、あの組合の、まあ、パイロット組合のトップが来てね、155人乗ってたんですよ、で155だっていうシーンでみんな涙をする、っていうのがあの実は映画の一番のポイントなんですよ。だからその大きなストーリーではどちらかというとあの、まあ、自分が正しいと思ってやったことが疑われたんだけど、やっぱり正しいって勝てるっていうことなんだけど、そこじゃなくて彼のとびきり強い責任感と、でもそれをそこで最後の最後ちょっと果たせなかったんですね。それだけがずっと心配で、世の中からみんなからもてはやされるのに、自分は全然嬉しそうな顔してなかったわけ、もしかしたらと思ってたわけ、155って言った瞬間に、まあ、評価するんですね、その彼のその思いが、でね、まあ、結構僕はやられました、それには、あのイーストウッドらしいね、非常にね、でそれだけだと難しい映画になっちゃうんで、普通のサクセスストーリーの要素もちゃんと入れてくるんですよ、だからまあ自分は正しいと思ってやったんだけど、なんかフライトデータとかを見ると、ここまで戻れたみたいな官僚的なことを言うやつが出てきて、で実際にいろいろと議論をしてみたら実際戻れなかったってことになって、いやざまあみろ万歳みたいな感じにはなるんだけど、それだけだと本当イーストウッドの映画としてはつまんない映画に見えるじゃないですか、だけどあの155はね、だからそれだけの責任感を持って、ね、タイトルがなんと貴重な名前なんですね、サリーっていうニックネームなんですけど、なんかハドソン川の奇跡とか言うからまたなんかこうなんて言うんですか、お涙頂戴に見える、見える、でもサリーなんですよタイトルは、貴重のその責任感っていうのかな、その責任感とやっぱりそこの本当に心の揺れですよね、それが、でもまあちょっと見ていただいてから本当は聞くべきなんだけどね、まあちょっと僕の話今聞いた中でクリン、まあ、イーストウッドあれだけ皆さん見てきてるから
どう思います？どう思います？その、そういうものを描く。だからストーリーとしては本当にまあ世の中アメリカがみんな好きなね。しかも飛行機があそこでニューヨークの街中を超低空で突っ切ってきたわけですよ、うん、みんなもう頭にはそれしか浮かばなかったわけ、うん、でニューヨークの人がみんな一斉にもうそれこそ自分から先に我先に川に飛び込むようにして助けに行くんですね。でこれもまあ非常にあのニューヨークっていうあのテロに今やられたニューヨークっていうものの連帯を示すみたいなところもすごく映像的にあの描かれていてね、うまいんだけども、やっぱこれは155ですね。今回は僕はタイトル155でいいんじゃないかと、うん、まあ、それじゃ意味わかんないって言われるかもしれないけど、うん、でもまあ、ね、まあでも300っていう映画もあるくらいですからね、あれですよ、あのほらあのギリシャ の, あの、うん、アテネ の, あの選手の300人が最後、うん、あのペルシャと戦ったあれですよ、まあ、ちょっと、ね、えぐい、ね、映画ですけど、でも300があるくらいなんで155でいいかないかに思ったくらいですけど、まあ、タイトルは現代はサリーっていうんですね、あの、うん、機長のニックネームです。それはね、まあ、ウィストウッドらしいと思う理由はね、うん、結局人間は基本的に世界が理不尽であればゆえにね、うん、一貫できないんですね、うん、で人間は一貫できない、それが普通なんですね、うん、でしかし一貫できないからどうなのかというところがクリント・イーストウッドがいつも僕たちに問いかけてくるところなんですよね。そうですね、問いかけられましたね、今回もね、うん、でまあ彼はあのグラスルーツというか草の根の右っていうふうにアメリカで言われてる人だけリですよね、リバタリアンなんだけど、古典的なリバタリアンなんですね、その市場原理主義とかではないんですよ、うん、基本的にはあの自立、インディペンデンスという意味での自立、うん、自立するっていうのはどういうことであるのか、それはつまり理不尽を引き受ける存在であり続ける、うん、不条理の中で不条理を払いのけるのではなくて不条理を引き受けつつそれでも前に進む力っていうふうにね、まあ、あの解釈できるわけです、まあ、ちょっとギリシャ的な解釈になるけれどもね、そういう意味で言うとあのイーストウッドが推奨している人間像は単に正しい人間とかね勇気のある人間ということではなくてあの引き受ける人間なんですよ。引き受けてね、うん、もう一つはやっぱりその、うん、人間の良心を信じてるっていう感じが、うん、その制作者からね、うん、まあ、これ原作も彼あの脚本も彼なんですけどね、うん、が非常に伝わってくると、うん、あの本を書いたのはサリー本人なんですよ、うん、自伝なんですけどね、うん、ただその良心を信じるっていう感じがすごく伝わってきて、うん、でそこが一番なんかこうその155の時にですね、うんうん、だってあれだけね飛行機がそのまあバードストライクなんですよ、その両方に ね、まあ、トリプルセブンって、ね、で両方当たって、うん、両方止まったと、うん、で 再起動できないと、うん、でもう、もう戻るには間に合わないっていう判断で川に、うん、その真冬ですよ、うん、1月ですよ、うん、そのまあ不時着して、うん、それでどんどん沈んでいくときにそのあそこニュージャージーとニューヨークの間フェリーが通ってるんだけど、フェリーのやつももう救助隊も一斉に全部すごい勢いでやってきて、で結局あれあのまま水の中にちょっとでも長い時間いたら逆にそっちで死んじゃうんですね、もう1月ですからね、ニューヨークの1月氷点下ですからねなんだけどその死者をゼロにして、まあヒーローだったわけですよそこではね。だけど彼だけ一人だけ浮かない顔をしてたわけですよ。それはもしかしたら残してきたかもしれないっていうことがあったっていうことだったのね。でそのやっぱりその彼の中になんかこう人間の良心を信じたい気持ちっていうのを皆さんも、うん、持ったんじゃないかっていうね、うん、あのところがやっぱりなんていうのかな、まあ、そういう意味ではだから本当サクセスストーリーなんですよ、うん、そこで155だから本当に全員助かったから、うんうん、だけどあの僕はすごくあの今回の映画はまあまあ、硫黄島その他いろいろ見てきましたけど我々はね、でかなり論評もしてきましたけど、うん、あのいわゆる大衆向けの映画なわけですよ、うん、ね、あの誰もが知ってるあのエピソードでね、うん、でトム・ハンクスですよしかも、うん、主演がね。だけどあの結構今回は泣かされました、うん、ぜひそれはねあの見てみてください。今まだやってるので、はいはい、最後に一個だけ宮台さん、これはちょっと話した方がいいんじゃないかなと思って、うん、メディアに語るんならこれはやっぱりね、うん、これは面白い映画ですよね。これは面白すぎる。でこれ実話ですよ、しかもです、ね、うん、ニューリパブリックっていう記者なんだけども、うん、
要するに完全にストーリーを何から何まで捏造してスーパースターになったんですよね、うん、彼はね、うん、もうすごいあんな情報を取ってくるなんてなんだすごいやつだと、うん、でもそれをみんな見抜けなかったわけですよね、うん、実はちょっとしたズルを嘘を書くと、うん、なかなかすぐにバレるんですよそれは、うん、全部もう捏造するとですね、うん、最初から隠すことを前提としたストーリーを描きますから、それこそあの絶対にバレないような、うん、その手法を何ですか、そのシナリオを描くんで、編集者編集長、しかもこれ非常に名物編集長がいたんですよこの時、有名な、まあ、もう見抜けなかった。で、まあ、結局もう多くの人が更迭されたりしたんだけど、まあ、完全な、ニューリパブリックのですね、まあ、スティーブ・グラスという、まあ、とにかく大スクープを連発する、で彼がニュースの天才っていうふうに、まあ、呼ばれたわけですね。これがね、ニュースの天才と呼ばれてた。でも実はそのスクープはことごとく全くの捏造であったという、まあ、話なんですが、どう思いますどう思いますこれは。これもね、うん、あのちょっとさっきの話と似たところがあって、あのやっぱり今あの例えばね、この、あの映画の中でもこれ実話だから、そのエピソードを全部実話だとしてそういう話しますけれど、はいはい、あのライバル誌のね、あの記者が、うん、あのすぐに裏取りをするんです自分でね。そうですね。それに出ている名前、はい、つまり会社の名前、その会社をすぐにググって、はい、その会社が見つからない、うん、あるいは人物の名前を全部ググって見つからない、はい、うんうん、固有名詞が全てインターネット上で見つからないっていうことを瞬時に、うん、その通り、うん、見つけてしまうんですよね、うん、だからその意味で言うとやっぱインターネット化がこれほど進んでいる時代とそれ以前の時代とではね、やはりもうだいぶ違っちゃってるんだなと。捏造が難しいってこと、難しいと思うな、うん、全ての固有名詞をググるっていうことをね、うん、された場合にはやっぱりあの捏造難しいでしょう。まあそうですね、固有名詞が全く登場しない それなりのね、ある種の特集記事とか目玉記事とかってちょっとありえないですよね。ありえない、うんうん、ただその意味で言うと、うん、やっぱりあのマスメディアをめぐる環境の変化を描いているなというふうに僕なんかやっぱり読みますよね、うんうん、もう一つその、うん、そういうメディア論とは別にね、うんうん、あのこのまあ彼非常に、いい、うん、あの俳優ヘイデン・クリスチャンセンですけど、非常にいい演技だと思いますけど、人間的な部分で何か思うとかありました。つまりまあもしかしたら最初はちょっとした出来心って言ったら変だけど、話を一回作ってみたらみんなからもう素晴らしいってもてはやされると、でそんなあんな簡単なことでこんなにいい思いできるんならっていう話になって、まあエスカレートしていくわけですよね。で最後はまあ破滅をするんだけど、でももしかしたらこれ彼は最後破滅してくれてるからまだ良かったもの、もしかしたらまだ破滅してないやつがいっぱいいるかもしれないわけですよ。つまり そこまでバレないようにまだやってるっていう可能性っていうのはあるでしょう。でもちろんこの何て言うんですか、その捏造とかそのデマみたいな話っていうのは昔からあることだから特に今どうこうではないんだけれどもね、このタイミングでこういうものがこういう形で出てくるっていうのはなんかどう考えたらいいのかなと、昔からあったけど、まあ、特にこれは大きなニュース、あの映画にもなってるわけですよね。名門のニューリパブリックで超捏造記事、捏造を繰り返す人間が賞まで実は取ってるっていうことなんですね、うん、それについては何か時代背景とかも含めてありますか、うん、あの今やっぱり承認がねキーワードだよね。でこのね、あのヘイデン・クリステンセンが演じるっていうことの意味はね、この映画の主人公のその最もそのファンダメンタルな動機が承認だったっていうことを表現するのに成功しているからなんです。こんなポイントなんですよね。認められたいってことね。認められたいってことなんですよね。でそうすると基本的にあの、まあ、僕たちが記事を読んで、そうかこの記者は素晴らしい正義感なんだなとか、その社会役に対してこんなに怒ってるんだなとかっていうふうに例えば思わされてしまうけれども、
思わされがちだったりするけれども、うん、しかしその事実を書いている記者の動機は結構しょぼい承認欲求だったりすると。そうですね、チャイハイされたいってだけって感じですよね、まあ、そうなんですよ ね、うん、だからそうすると実はメディアを支えているそのさまざまな重要なキーパーソンたち その動機って何だろうっていうことが、うん、この実は映画でフォーカスしているところなんですよね、うん、例えば新しい編集長も実はその周りのつまり名物編集長はもういろんな人間たちのいろんな不祥事を全部引き受けて、うん、責任を取るっていう素晴らしいで部下を守るために上と徹底的に戦うっていうね、だから上に解雇されてしまうっていう設定なんだけれども、で解雇されてしまった後の新しい編集長っていうのが、いや実は周りから信用されてないんだよね。でその観客である僕たちも、何なんだこいつ、こいつはどういう動機で行動しているんだろうっていうふうに、これ分からないまま見るんだよね。そうですね。で最終的にはその新編集長は、まあ、ちゃんとしたやつだったっていうオチになってるんだけれども、まあ、そのたまそういうオチになったからね、そうかちゃんとしたやつだったんだっていう話で僕たちはすっきりするけれども、この映画がしかし影っていうかね、僕たちにモチーフとして突きつけているのはやっぱりこの編集長の動機もよく分からないと。その名物編集長はおそらく倫理観で動いてるっていうふうに想像できるけど、その新しい編集長は単なる承認欲求なのか、ポジション欲求なのか、なんかそういうものかもしれねえなみたいにしてずっと観客疑いながら見るわけだよね。で実際この主人公の、まあ、これ実在するその主人公、実在した主人公の振る舞いについても、僕たちが情報がない状態で見てる時には素晴らしい青年だなっていう感じなんだけど、途中から一挙にそれが崩れて、何なんだこの青年の動機は、そんなしょぼい動機かみたいになるっていうね。だからそう考えると、つまりこの映画が突きつけてるものをね、そのまともに受け止めると、いや結局メディアってね、重要な役割を期待されているにもかかわらず、それをさせる人間たちの動機っていうのは結構脆弱で、その脆弱ではない動機を持った人間によって支えるなんてことは実は本当はものすごい難しくて、そうするとほとんど壊れ物、すごく盤石なものとは言えないような、なんか非常に奇跡の楼閣のようなものとしてメディアってあるんだなっていうふうにちょっと思わされるっていう、そういう映画ですよね。うん、しかも彼の名前がスティーブン・グラスっていうんですよ。グラス、はい、ガラスの方のグラスなんですね、はい、うん、いやマジか、なるほど、うん、それ実名の名前ですよね。実名、はい、スティーブン・グラスですよ彼は、はいはい、1998年に起きた、まあ、アメリカのメディア史には残る、まあ、大捏造事件ですね。そうこれはね、じゃあ95年以前だったらまだインターネット元年じゃないから、うん、バレなかったかもしれない、バレなかったかもしれない、うん、もうバレないまま偉くなってる人もいるかもしれない、ね、彼がちょうどバレる初代くらいの感じだったかも、うん、そうだね、うん、だからさっき のあっちがニュースの真相が、うん、まあ、ああいう意味ではめられる、うん、その、うん、元祖だとしたら、このニュースの天才は捏造でバレる元祖の、まあ 第一世代だったのかもしれないですけど、まあしかも制作総指揮が一応トム・クルーズだったりするっていう、それそうなんだ、うん、このニュースの天才はね、そうです、はい、なるほどね、うん、なのでまあこれはちょっともう一回出しますけど、まあこれは非常にまあそんなに有名じゃなかった、でもレンタルビデオありますから、非常におすすめで、昨日僕ツヤで借りて宮崎さん家持ってったんですよこれ、うん、でも宮崎さん見てたんだよね実はね、でももう一回見たら、もう一回改めて見たんでしょ、はい、でも2回目見ても面白いよね、はい、面白いねこれ、うん、結構ハラハラする、うん、でね、編集長っていう意味ではね、これ僕さっきの155に当たるもののね、これが一番僕はこれで感動するシーンっていうのがね、うん、これでもね宮崎さん実際に飛んでるんですよ、うん、この2人は実は大統領の陰謀をね、うん、ウォーターゲート事件を暴く過程で一回大誤報してるんですよ、うん、で叩かれるの、全く間違っちゃったの一回二人で大誤報してるの、でその大誤報した時にワシントンポストはもうこのネタから降りるかどうかってことを編集会議で議論するんですよ。その時にですね、ジェイソン・ロバーツっていう役者さん、渋い役者さんですけど、それがベン・ブラッドレイっていう編集長やってるんですね、一言 We stand by our reporter、 我々二人を記者を支えるっていう一言言って、
でこれも結構ねメディアの世界の中では泣けるセリフとして皆さん胸にしまってる声なんですね、うんうん、なのでこれも、まあ、今もう一回見てみても面白い。たださっきも言いましたけどディープスロートに実は依存した事件でディープスロートは FBI のナンバー2ですから、本当に倫理的にこれは正しかったのかどうかについては本当はいろいろ検証されるべきだと。でしかも情報源は彼が死ぬまで言わないっていうふうにウッドワードも、バーンスタインも言っていて、で、まあ、実際死ぬ直前に それを自分からカミングアウトしたんです彼がね、うん、でもそれは言わない理由を守るためっていうのも同時にやっぱり倫理的に問題がある情報ソースだったからじゃないかっていうふうな、指摘もあるということですよそれは、うん、ただ、ね、当時はディープスロートが誰であろうが大統領が対立候補の盗聴とかに関わっていたっていうことそれも秘密工作でねっていうことを暴いたのであればそんなことは関係ないっていうやっぱり寛容さなのかもわからないけどあったけど今果たしてそういう反応になるでしょうか宮田さん。ならないだろうね。ダメですか。うん、つまりだから、うん、それがもしバレてしまった場合は、うん、その手法の問題によって全てがなかったことにされてしまうでしょうね。っていうのがさっきのパターンだよね。そうですね、うんうん、だからなんかやっぱ逆転しましたよね話が。大統領の陰謀が不問に付されると、うん、情報ソースがちょっとなんていうんですか、まあ、怪しいとか今回のも怪しいんじゃなくて、うん、要するに完全な第三者ではなかったということですよね言ってしまえばね、うんうん、ということが果たしてどうなのかっていうことでしょ、うんうん、まあ今日映画自体は用意したのはその辺までなんですけど、うん、どうでしょう。ね、うん、そのさっきの、ニュースの天才の方ですけれど、うん、その大竹戸事件におけるねその We Stand By Our Reporters っていうセリフをおそらく踏まえられてるんだよね。つまり彼がその窮地に主人公が追い込まれていくときに、うん、なんで俺を守らないんだ編集長は俺を守ることが、うん、編集長の責務じゃないのかっていうふうに叫ぶんだけれども、その新しい編集長は申し訳ないもう守りきれない、うん、だから守りきれないっていうふうに言う意味は、まあ、映画見てらっしゃる方すぐ分かるんだけれども守ればメディアが潰れてしまうってことなんですよね。だからそこも単なる倫理の問題ではなくて基本的にライバル誌がどういう活動をしていてで視聴者がどういうリアクションをするのかってことを読みながらもうこれ以上変わったらねこの雑誌自体がメディアとしてもうなくなってしまうと。まあ、どっちみち雑誌は存在できなくなるんだけどね。なるんですね、はい、時間の問題でも、うん、まあ、要するに市場ですよ ね、 そうですね市場に抗えないということですよ ね、 そうですね、うん、そう私の情けでは、うん、市場の市場には抗えないという、はい、そういう話ですね。市場では市場には抗えないという話ですね、うん、でねもう一つじゃ最後に言ってるだけ、うん、日本でさメディアがこういう形でね本当の意味でそのメディアと社会との関わりとか政府の関わりとかがきちんと描かれる映画がこういうスケールでもしかしたらちっちゃな自主上映っていうかちっちゃなものあるかもしれないですよ。でもこういうみんな皆さんに見てもらうような大衆っていうのかな向けの映画でそういうものっていうのはほとんど僕実は記憶がないんだけど、ないね僕も全くないな。これはどう見ますその心は。メディアリテラシー教育がやっぱないからですよね、うん、そのある程度の分厚い教育が存在しないと、例えばジャーナリズム精神とは何なのか、ジャーナリズムの役割、まあ、機能は何であるのか、あるいはそのジャーナリズムが支えるべき市民の、まあ、市民社会の在り方はどういうものであるのかということについて の基本的なプラットフォームがない状態ですよね。でもしそういう状態でこの今回紹介したような一連の映画に類するものを取ればねやっぱ客が入らないと思います。客も入らないし正しくは多分理解されない可能性があるってことね、うんうん、だってグッドナイト&グッドラックだってさあれジョージ・クルーニーが多分売れない映画だってことで自分の資材を投じて作ってるんだよね。だそういうことをすごいさっきの、トム・クルーズが作ったのはどっちだっけニュースの真相だっけ天才
やっぱりアメリカの俳優さんたちもちろんものすごいインテリが多いんだけど、その単にインテリが多いってだけじゃなくてね、確かにものすごい一流大学出てますけど、多くの人はね、あのやっぱりものすごい倫理観がありますよね。で特にあの、まあ、先ほどの話で出たあのマッカーシズムの中でね、やっぱりハリウッドが狙い撃ちされてるんだよね。でそれによって実は執筆機会を失ってしまったシナリオライターがいっぱいいて、その話、そうだの話ね、うん、でそれ実際また最近映画になったりしてますよね、うん、なんか売れてるらしいじゃないですか。そうなんですよね、うんうん、だからそういう意味ではあの例えばハリウッドで映画を作っているあるいは映画に出ている人たちもそういうマッカーシズムの歴史をやっぱり僕は踏まえてるんだと思いますよね。それを知らないと何のことか分かんないってことね。そうですよね、うんうん、だからそれずっと歴史を語り継いで引き継いでいくっていうね、そういう気概を感じますよね、うん、トランボも一応東京では東方シネマズシャンテでやってたんだけど、うん、7月から今はもうやってないのかな、はいはい、うん、ただトランボハリウッドに最も嫌われた男で、うん、まあ、要するにあれですよね、あの、ローマの休日を、うん、実は脚本してたのに自分の名前を出せなかったと、うん、当時はパージされてたからっていう話、うん、ストーリーですよね。うん、うん、まあでも日本もいろいろ本当はメディアでいろんなことあったのにね、でも多分作ってもそんなに面白くないか、見る気にならないか、つまり作る側もリテラシーがある程度ないとダメなんですよね、うん、で僕はやっぱりすごい驚くのはあのさっき冒頭に申し上げたね、腐ってもタイじゃなくなったなっていうことを描くっていう意味で、うん、一回転してやっぱり腐ってもタイっていうふうに言える面があるなと思うんですよ、うん、あの昔のような勧善懲悪ではもう成り立たないっていうことをね、その勧善懲悪モチーフを抱えながらもね、すっきりしない終わり方をするっていうことで表すっていうのは僕はやっぱりすごいなと思いますね、うん、腐ってもタイじゃないと思ってたらやっぱりタイだったって話だよね。そうだね、うん、まだタイの部分がちょっと残ってるみたいな、残ってると思います、間違いない。だって日本で作れないもん、コリン・リース映画は今後も作れないもん。なるほど、うん、皆さんね、あの、まあ、腐ってもタイ話なんだけどね、うん、面白いのがちょっと今日はそんなにきちんと紹介できないんだけどね、うん、ちょっとあとマネマネモンスターこれだ、これね、こういう映画、これもそんなま多分日本では、うん、僕なんかの土曜日の深夜にあのちょこっと六本木ヒルズ行ったりして見るんだけど、うんうんうん、もう自分だけの時もあるくらいですから、夜12時台とかだとね、もうあんまり誰も見てないんだけど、これはジョディ・フォスター監督作品なんですね。でこれまあジョージ・クルーニーと、まあそれこそジュリア・ロバーツで、ジュリア・ロバーツがなんとプロデューサー役、まあディレクター役なんですけど、これキャスターのね、この男がね、これね、トレーラーがあるんでちょっとこちらまず最初ご覧ください。Get out right now. Lee, stay calm. I'm right here. You have the revisions for the opening. We're still making some changes. You just point the camera my direction, we'll figure it out together. 全米高視聴率の在宅番組マネーモンスターがジャックされた。 You're lying! Cut the feed. Whoever's in there, turn the cameras on. I have cameras on, Patty. Turn them on. Put it up.Take it out, put it on. Mike Thumb comes off this trigger, then we all explode. I want everyone to know something. I might be the one with the gun here, but I'm not the real criminal. It's people like these guys. I'm telling you, it's rigged. They literally control the information. They tracked down his girlfriend. That was everything we had. Every last cent. What are you doing?He wants an explanation for what went wrong. We don't know. You came here to get some answers. You deserve to get some answers. It is not the computer's fault. Nobody was asking any questions before. These guys could expose everything. Get out of there right now, Lee. You're trying to shoot him. I'm trying to save him. I want an explanation, Lee. I want what happened to make sense. We're in this together, huh?Lee, can you hear me? Keep your finger on that button. 真実は生中継で暴かれる。Take the shot! マネーモンスター。あのこれね、あのまあちょっと出たけど在宅番組のキャスターなんですよ。でまあ要するに儲かり、ま、何が儲かるみたいな話ばっかりしてるわけじゃない。でそれを信じて、あの投資をして大損したっていう男が、まあ
銃を、まあ、お存じしても実は大した金額じゃない、うん、まあ、あのだけどね、なんか100万とか500万とかぐらいなんだけど、うん、まあ、銃を持ってスタジオをハイジャックして、うん、キャスターを人質に取って立てこもるっていう事件っていう話、これはまあ実話じゃないですよ、うん、だけどね、で結局おかしいとお前らの報道はっていうことで、まあ、いろいろとね、自分が損したから言ってるっていう面があるんだけど、やっぱおかしいことがあったわけ、うん、でそのスタジオの中に人質に取られてる中でいろいろやっていくうちに、実は本当に陰謀があって、うん、ある銘柄が意図的に値段が操作されてることが露呈する。だから、うん、あの本当に腐ってたと思ったら、うん、最後はちょっとタイみたいなものが出てくるっていう話なんですよ、うん、それも偶然として、うん、その必然としてではなくて、あの偶然の結果として実はちょっとタイが出てくる、要するに不正が暴かれるって話になってるっていうね。でちょっとこれは今日はまあ特にあの扱わなかった、そんなにちゃんと扱えないですけど、これも一応メディア、まあ、在宅番組ってアメリカにいっぱいあるんですね。でそれで推奨銘柄とかですね、そういうのを売り買いっていうことを具体的に指示して、で実際それが視聴率取るんですよ。実際その通りやれば多少儲かったりするのかもしれないけど、なので、まあ、この、まあ、メンツが何といってもオーシャンズのこの2人ですからね。なんと言ってもですね、それが大真面目にキャスターとディレクターやってますからね、この中ではね、まあ、ちょっと見ていただいてもあの損はないかなというふうに思うので、これはじゃあ一応ご紹介しておきます。はい、まあ、宮台さん、まあ、ちょっと映画の話になるといつも長くなるんだけど、でもメディアの話だけでもまだいくらでもあの向こうの映画でもあるし、まあ、ちょっと別にあの悪く言うつもりはないけど、今日本でなんかメディアの関係って言ったらこんなのがとかこんなのが出てきたりしましたけど、楽しそうっちゃ楽しそう。日本でこういうなんて言うんですかね、メディアを通じて社会の問題をやるってのはやっぱり難しいんですかね。難しいですね。まあ、ハリウッドの、ね、この今日紹介した映画は、うん、まあ、統治権力と戦っていたり、メディアの、まあ、現状のメディアの大企業と戦っていたりと、うんうん、明らかにハリウッド映画人の一部に戦う気概に満ち満ちた人たちがいることがよくわかりますよね。市場を戦う、政府と戦う、そうそう、大企業と戦 う、ね、何でもそうですけどね。そうですよね、うんうん、でも今の日本の映画人の中にその戦う映画人とでも呼べるような人たちは、まあ、ほとんど一人もいない状況なんですよね。うん、で、まあ、なぜそうなってるのかっていうと、まあ、ジモさんよくおっしゃる通りだけど、もともとメディア自体が全然戦いじゃないので、そうか、もともとメディアはアメリカの場合戦いだから、基本的にね、うん、まあ、戦略闘争ですよね。そうですよね、うんうん、だからそういう意味ではもう日本では今回紹介したようなアメリカ映画に類するものは、まあ、今後も撮れないでしょうね、今のままだとね、うん、とはいえちょっとじゃあ次回は、まあ、今回ほら宮台さんが、うん、あの書いてたようなシン・ゴジラとかですね、宮台さん君の名はどっかにも書いてるんですか。もちろん見ましたが、君の名は書きます、うんうん、ちょっとシン・ゴジラというよく似た問題を抱えているんですね、うん、あのどっちもありなんですか、君の名はもう。いや、ですね、すごい微妙な言い方になりますけれど、うん、引っかかるんです。いくつか引っかかるところが残って、うん、でそれは映画の作品として、あるいは映像の作品としていいか悪いかっていうこととは違っていて、うん、やっぱちょっと今日の話にも一部つながるんだけれども、うん、今のその日本あるいは東京の現状をそのどう理解するべきなのかっていうね、そういう突きつけにおいて、うん、非常にちょっと何て言うんだろう、ちょっと首をひねるような部分があるということですよね、うん、でそれはね、メディアあるいは映画がそれ自体そうだということを思うされることながら、どうも観客あるいはまあそうですね、映画と観客の関係自体に、うん、なんか非常にその癒着した自家同着的な、うん、でだから場合によっては例えばシン・ゴジラの監督である庵野さんはね、そういうことを狙っていない、つまり不本意な反応がね生じている可能性もあるんだけれど、どうもそのシン・ゴジラをめぐる受け止め方とかね、君の名をめぐる受け止め方を見ると、なんか非常に不健全なものを感じるんですね。嫌な感じがするんです、うん、はい、まあ、じゃあちょっとまた近々その話をしましょうよ。そうですね、別にあのご近じゃなくても、映画の話は入れてしたらいいかな、ですね。
まあじゃあちょっと今日はメディアの中心にやったけど、うん、ちょっと邦画もそうですね、やっぱりね、うん、あの映画館に行くと邦画見る人の方が圧倒的に多くて、そうなんです今ね、驚いちゃった、洋画見る人ほとんどいないっていうか、そうですね、うん、洋画来たばっかの結構世界的なスターが出てるものでも、うん、もう夜11時台12時台とかになると、うん、誰もいないですよ、そうですね、本当に。でしかもオリジナル脚本がね、今の邦画には非常に珍しくてね、うん、少女漫画を中心とする原作ものだらけ、うんうんうん、だから僕なんかだったら試写会に見に行くと僕結構5分10分で出ちゃったりするんだけども、うんうん、そういうタイプの作品が多いですね、うん、あとはまあなんかアイドルとかが出てるものねそうそうそう、うん、まあ、テレビ的なものですね、うんうん、まあちょっとそれも含めて、はい、まあ、まあやっぱり映画が貧弱っていうことはもう国が貧弱ってことですから ね、これはもうちょっと有意識自体ですからね、はい、そんなことも含めて、また次回やりたいと思います。まあ今週はご近なので、まあ一応映画、はい、映画特集と、はい、まあ、メディア映画特集という言い方でいいでしょう、はい、お送らせていきました。それで来週はあのさっき言いましたけども、すでに今日撮って僕は本当に面白かったので、パラリンピックに向けてですね、まあ、2020年オリンピックパラリンピックに向けて東京を世界一のバリアフリー都市にするために、っていうようなテーマでちょっと議論しましたので、まあ、ぜひ見ていただき、まあ、宮崎さんの言葉を借りればね、まあ、オリンピック・パラリンピック呼んだことで多分唯一いいことがあるとすればそれくらいしかないんだと、それやんなかったらじゃあ何もいいことがないという意味ですよね、まあ、さっきそれ同じこと言いましたけど、と思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは今日はどうもこの辺で。